するとアイテムが手に入るんだって。もらえるものはもらっておきましょう。私、お役に立てましたか？育成に必要なアイテムが獲得できるクエストです。私、主様のために強くなりますよ。いる時が一番落ち着く。え、ちゃんと人とも話した方がいい？でもそれは。おーい、葵ちゃん。うわ、だ誰か来た。動物を保護するためのギルドなのだ。確か初音さんもメンバーですよね。そうだよ。そしてなんと、ダララ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 ラ
葵ちゃんがフォレスティエのメンバーに。まだ正式なメンバーじゃないけどね。なんで私が。さあ、私は本人に伝えるように言われただけだから。そのうち見習いメンバーにするかどうかの試験があるんだって。葵ちゃん頑張ってね。じゃあ私はまだギルドのお仕事あるからこれで。そんな私がフォレスティエのメンバーなんてどうしよう。私人付き合い苦手だし、友達も作れないのにギルドなんて、みんなに迷惑かけちゃう。私には無理だよ。そうだよ、お断りしなきゃ。あらあらあら、葵ちゃん久しぶりね。元気にしてた？はい、元気です。美里先生ってフォレスティエのギルドマスターですよね？そうよ。ひょっとしてギルドメンバーに選ばれたことかしら。いえ、その、このままじゃダメ。言わなきゃ。頑張れ、私。メンバー候補に選ばれたことなんですけど、私が入っても迷惑をかけるだけだと思うので辞退させてください。お願いします。あらあら、葵ちゃんがこんなにはっきり自分の気持ちを言ってくれるなんて。頑張ったのね先生、嬉しいわ。でも、その頑張りをみんなの森を守るために使ってもらえたら、先生もっと嬉しいな。美里先生。あらあら、困らせちゃったかしら。でも、お願い。もう少しだけ考えてみて。結局断りきれなかったよ。ねえみんな、私どうしたらいいと思う？みんなにもわからないよね。
んな。でもこの森に薬の材料になる薬草があるって聞いて。ひょっとして町から一人で。でもこの森の植物は勝手に取っちゃダメなんです。そうだったんですか。ごめんなさい、知らなくて。薬草のことなら私がお願いしてみます。だから一度町に戻って。美里先生、妹が来てませんか。あらあら、妹さん。そういえば今日はまだ来てないわね。そうですか。たら家にいなくて。やっと薬が手に入るようになって治り始めてきたのに、勝手に出かけて振り返したらどうするんだよ。でも妹さん、自分のお薬のためにお兄ちゃんが働きすぎだってすごく心配してたのよ。妹さんが大事なのはもちろんだけど、自分の体も大切にしないと。先生、妹のためなら俺は一人で森にだって。そうか、この前薬の材料がエルフの森で取れるって話を。あいつ森に行ったのかも。私たちの森に。あそこは魔物が出ることもあるから心配ね。探しに行きましょう。仕事も終わったし、
葵ちゃんのところに行こうっと。いきなりギルドの話が来てびっくりしてるだろうし、先輩として相談に乗ってあげなきゃね。あれ、森に誰か入ってく。危ないなあ。もうヤツの妹が薬草を探して森に入っちまったらしい。俺たちが勝手にエルフの森から薬草を奪って法外な値段で売ってることがバレちまうかもしれねえな。その前に奴の妹を見つけ出すんだ。こんにちは。お兄さんたち誰か探してるの？それなら私が手伝ってあげよっか。誰だってね。手伝って言ったってどうやって？私の魔法を使えば一瞬なのだ。いくよー、シャラー。やったー、瞬間移動成功。わけじゃねえか。なんてとこに連れてきやがったんだ。魔物め、これでも食らいやがれ。あれれ、全然聞いてないね。むしろ今のでもっと怒らせちゃった。いけませんよ。美里先生、あれ、魔物がおとなしくなってる。ここは私たちのお家なの。さあ、あなたたちのお家に帰りましょうね。
ずいぞ。奴がいる。俺たちの顔は知られてるから逃げた方が。うお、体が動かねえ。どうなってんだ。お兄さんたちどこ行くの。ほらほら、探してた人そこにいるよ。あれ、あなたたちはいつも薬を売ってくれてる。そうなの。おかしいわね。エルフの森の薬草を扱うならギルドが仲介するんだけど、あなたたちとは今日が初めましてよね。もしかして密猟者だったら逃がさないよ。すみませんでした。金になるからつい出来心だったんです。もう悪い子にはねですよ。あなたたちが取っていた薬草はさっきのお香の材料で魔物よけの効果もあるの。もう勝手に。反省した人はお返事してね。先生の言ったことちゃんと分かりましたか。はい、みんなで自首してきます。先生さようなら。悪いお兄さんたちがあの目だけで別人みたいになっちゃった。イサト先生さすがです。みんなが無事で本当によかったわ。あの子、葵ちゃんにお礼を言ってたわよ。よく頑張ったわね。ねえ葵ちゃん、その勇気をもう一回だけ出して試験を受けてみない。美里先生。はい、私試験を受けてみます。合格よ。合格。試験は。あれだけ頑張れた葵ちゃんだもの。勇気を出して困っている人を助けた子に試験は必要ありません。これからは一緒に頑張りましょうね。キャー！
これから賑やかになりそうで、よかったわ。Yeah.